さあ皆さん、いよいよ始まりました伊谷坂ツアー第2弾高千穂ツアーです。イエーイ。そして今回のゲストの皆さんです。イエーイ。さあ皆さん、もう空気が違うでしょ。違う、全然違う。すごいですね。これここ高千穂には約500社ほどの神社が存在していたらしく、今でも300ほどの神社があるそうです。はい、その中でもですね、今回は、この高千穂では外せないと言われる、知る人ぞ知るという名所なので、はい、存分楽しんでください。ということで早速中に入っていきましょう。はい、はい。まず最初に訪れたのは串古神社。天孫降臨の地として伝えられる串古の峰にある神社です。御祭神は二荷の御事をはじめ降臨に携わる神様。この串古神社の一帯には降臨した二荷の御事をはじめとする神々のゆかりの場所があります。さあ皆さん、はい、はい、こちらに移動したのには訳があります。ですか。こちらに移動したのはですね、まずこちら天孫降臨なんですね。はい、その天孫降臨をした神様って誰でしょうか。二荷の御事ですね。だからアマテラスの孫が降臨したから天孫降臨というんです。そして稲穂を渡してこの稲を高く積む場所として降り立った地のことを高千穂というんですね。すごい。そうなんです。でその天孫の神々が高間ヶ原の神々に拝礼をした場所と言われているのがこちらなんです。そうなんです。ここ高間ヶ原妖拝所は降臨した神々が高間ヶ原に拝礼していたと言われる場所なんです。その時に三種の神器を授かります。この三種の神器とは何でしょうか。はい、テレビ、冷蔵庫、それじゃないですよ。何でしょう。電子レンジ。いや新しい、それは。何でしょう。はい、八鷹鏡。あ、八鷹鏡ですね。もう一つは勾玉。あ、勾玉ですね。もう一つ二人の剣。そうですね、はい、これを授かったんですね。つまりこれが天皇である証です。それと同時に三大神勅というのを告げられました。これは後ほど詳しく話をいたします。ということで皆様、天孫の神とともに高間ヶ原の神に拝礼をしましょう。はい、はい。さあ、ここは神山と岩礼彦の御事の兄弟が育った場所と言われています。さあ、この神山と岩礼彦の御事とは誰でしょう。誰でしょうか。神武天皇。そうです、正解です。神山と岩礼彦は天孫降臨した二荷の御事の孫にあたり、後の初代天皇神武天皇です。神武天皇と兄弟が生まれ育った場所がここ塩氏ヶ峰なのです。で、神武天皇は初代ですね。初代神武天皇です。ではこの初代神武天皇、何年前の何月何日に天皇になったでしょうか。皆さん、ほら、何月何日はわかるでしょ。2月11日。そうです、建国記念の日ですね。じゃあ何年前でしょう。これは2677年前なんです。はい、西暦より前ですね。で、これね、実は世界で一番長く続いた国はこの国、日本なんです。知らなかったでしょ。で、そして2番目に続いている国がデンマークで約1000年、もう半分以下ですね。そして3番目がイギリス、約900年と言われています。ね、すごいでしょ、日本。すごい、はい、さあ皆さん、今日一番勉強になったのは、日本は世界一長い。そうなんです。世界一長い国は日本。もう一回いきますよ。世界一長い国は日本。そうです。はい、よくできました。ということで拝礼をして次の場所に移動しましょう。はい、はい、はい。
はい、日本神話古事記アニメーション DVD 発売。西洋にはアダムとイブ、ノアの箱舟、我が国日本には古事記。しかしその内容は難解で多くの人が断念する。断念する人のほとんどが神様の名前が多すぎる、主要な神様がわからない、神様の漢字が読めない、カタカナだとどこで切ってよいのかわからない、オガミなのか女神なのかわからない、その古事記をオリジナルアニメーションでわかりやすく解説。日本の成り立ち、営み、その根底にある日本人らしさとは、私たちが私たちを学ぶ、その原点がここにある。103分3980円、ご注文は匠プロモーションで検索。